今治駅前のサルトビサスケ像、サルトビサスケは、講談などに登場する、忍術使い。立川文庫では、真田幸村に仕える真田重勇士の第一、筆頭。モデルとなった人物が実在したとの指摘がある。立川文庫や、松本金華堂などによると、サスケの父、和しを助く太夫は、森武蔵守の家臣であった。小牧、長久手の戦いで、 武蔵守が戦死すると、助太夫は、信濃の鳥居峠の麓に住んで合子となり、姉の佐代と弟の佐助の二人の子をなす。佐助は、戸隠の山の中で、一人修行をしていたところ、摂州花熊の上主、戸沢山城神の父の戸沢白雲祭に見出されて、その弟子となる。白雲祭は、高賀流忍術の快祖であり、 鳥居峠の近くの角間渓谷で3年の間、修行をしていた。後、雪村に見出され、サルトビサスケ吉と名付けられて仕える。大阪夏の陣で徳川方に敗れた後は、雪村と共に、薩摩に落ち延びた。立川文庫版の原作者が、愛媛県今治市出身の山田哲一族である、ことから、JR 今治駅前に、サルトビサスケの銅像が立っている。 芝良太郎は小説風人の門において明治末期大正年間に立川文庫の作者たちが作ったとする説を紹介し、猿飛佐助の命名は玉集祭を中心とした作家グループたちが行ったとの説を保湿している。それを芝は半ば真実かもしれないと理解を示した上で、すでに江戸時代には大阪の庶民の間で語り継がれていたとする。 岡本良一の遺説を紹介し、大見古録及び、明慶寺席を出展に、三雲新衛門剣持の子、三雲佐助剣春が、猿飛佐助であると実在説を指示している。1719年頃成立の、いや食体平落期に、雪村が、久戸山秩教の際に伴った、身近な家臣としてこの名前が登場する。新佐都式正実記には、木下東吉郎が、 金ヶ崎の戦いの尻き口で殿を務め、浅井浅倉軍の追撃から逃げて刑に至る。くつき声の際に、猿飛に助が率いる3000名の盗賊に襲われようとしていたとある。すでに東吉郎の軍は戦う気力さえなかったが、八塚古六の廃下である日広九大部が猿飛と窮地の中だったため、この時、猿飛に盗賊を辞めて東吉郎廃下へ加わり、 一緒に天下を取るよう誘った。猿飛ニスケは、この説得を受け入れて、東吉郎の家来となり、それ以来、猿飛ビ一族は、太鼓、秀吉の天下取りの影の力となったとされる。それ以外にも、伊賀家人、下継の木猿の本名が、光月佐助であることから、光月佐助こそが、猿飛び佐助であるとの説もある。これについては、大阪夏の神語、 徳川家康の命を受けたと思われる、服部半蔵宗家が、本拠地の三重県津家屋で、徹底的に殲滅、残党狩りをしており、大阪夏の陣で、当時の忍術を駆使したことへの報復、恐怖の傍傷とも取れるという、忍者物の文学、講談などでは軍を抜く、知名度を持ったヒーローである。戦後、サルトビサスケをモチーフにしたキャラクターが、 多くの小説や漫画などで生み出されている年代順、ありがとうございます。